それではただいまより税理士、11科目中の会計科目中2科目中の財務諸表論ですね、財務諸表論のガイダンスを始めます。担当は並木です。このガイダンスはですね、レックの、パーフェクト講座という講座が、まあ、これはパンフレットを見ながら私はやりませんので、各人パンフレットを見て財務諸表論のガイダンスであると、まあ、そこのページを各人見ていただければ、私はその見たらね読むだけになってしまいますので、私の口からどういう講座をどのような講義を行うかというのをですね、伝えたいと思います。でもう一つがですね、上級化ですね。まあ、悪い言い方をっていうか、まあ、真実は真実として、いくら最近の財務諸表論の合格率が高くてもですね、不合格になるという不幸があります。それは本当に不幸なのか不運なのか、いやそれとも勉強不足だったのかはともかくとしてですね、残念な結果に終わってしまった人の講座ですね、それが、上級講座ということになります。それについて簡単に説明をさせていただきます。では初めて税理士試験という、で名前はすごいですね、完全な講座なんです、パーフェクト講座というですね説明をしたいと思います。財務諸表論というのはですね、会計科目、簿記論、そして財務諸表論で2科目にわたりましたね。これが税理試験の歴史上ですね、昔昭和17年はね、経理士と言われてね登録制だったんですね。国に登録すれば税理士の仕事ができたと。ところが免許制になりまして試験制度が始まったということですね。でその時に帳簿等が見られる、今の会計ソフトなんてなかった時代ですからね、それで、その専門知識を取得しているかどうかということでですね、試験制度が始まって、で簿記論というのは1年間の記録の取り方についてですね、ペーパーでずっとやってたわけですね。万年筆、簿記用の万年筆を使って、私も百貨店の百年史を書いたことありますけど、昔の帳簿ね、全部万年筆できれいに1銭2銭の時代から100年間戦争にも焼けず書いてありましたね。それに基づいて、まあ結局監査みたいなもんでね、見てそれで記録を取ったということですね。ですから簿記論という科目で、財務諸表論という科目は、もし、レックの講座に入ろうなんて思った場合に、最初の講義ではですね、財務諸表論と簿記論の違いやりますが、ガイダンスでも簡単に触れておきたいと思います。同じ会計科目でも財務諸表論っていう科目はですね、法律に準拠した書類が作れるかどうかということを、作れるかどうかの知識を試す会計科目であると。で当該書類というのは、今引かれている方みんな分かっている通り、代表的な貸借対照表、損益計算書、講義の中ではキャッシュ、株主資本と変動計算書、財務諸表論ではまだ出てないけど理論なんていう科目があります。財務諸表論は計算と理論がありますので、理論のためにキャッシュフロー計算書なんていう書類の作成方法について学ぶと。ですから書類の、365日最後の日の書類の作成の方法とはいえですね、期中処理も知らなきゃいけないっていうことで、途中途中ですね、有価証券の評価とか貸倒れ際的にと、まあ、簿記検定の3級から出てくるようなですね、そういった内容に関してを少しボリュームを上げてですね、ボリュームを増やして、計算問題の中に出題されるということですね。今言ったことちょっと覚えておいていただいて、つまり簿記論でもそういう内容は出題されるじゃないかということですね。そこでパーフェクト講座というのはですね、共通論点というのがありまして、
約50回のですね講義の中の共通論点というのが20回ぐらいありまして、簿記論も財経も有価証券は出るんだよと、減価償却の方法が出るんだよっていうような形でですね、これ簿記論担当の富田先生の方が共通論点をやります。で、私の方は財務諸表論専門のですね財表しか出ない、まあ、特に理論中心にですね、ただ計算もやりますよ、計算でも株一株あたりのね当期純利益の計算とか分配可能額の計算とか、簿記論固有財務諸表論固有の論点というのがありますから、それを約31回ですけど、私の方で担当するというのがパーフェクト講座ですね。財表は財務諸表論というのはちょっとね、長いから財表と略しますけれども、財表というのはですね、その書類の作成の決まり、作り方の決まり、有価証券はどこに表示するか、計算した貸倒引当金の表示方法はどのような方法で表示をするのかなんていうね、計算だけできて仕分けできても表示の方法が分からなければ得点にならないという試験ですね。だから税理試験が始まってですね、その会計科目一緒でいいんじゃないかと、会計試験みたいにね、会計試験もね、私が受けた時には簿記と財務諸表論っていうね2科目の会計科目でした。だから一応会計試験でも分けていたんですが、そのうちですね、担当試験始まった時から財務会計論でまとめてしまいました。だ税理試験だけはね簿記論と財務諸表論で分けているということですね。ですから、そのうち一緒になっちゃったらどうなんだろうってね、5科目合格すればっていうのが1科目になっちゃったら嫌ですね。分けられない方がいいと思います、受験生のためにはですね。まあそんな形でですね、簿記論と財務諸表論の簡単な違いについてということですね。ちなみに財務諸表論という会計科目では試験問題の中にですね仕分けが問われたことは一度もありません。もう全部書類の作成だということですね。その書類の作成について私が、共通論点以外のですね計算と理論を担当するということになります。そして私のですね、講義方針という形で聞いていただければと思います。これはもう、いろいろな場所でもう何十年と講義してきましてね、これはもうやり方はずっと変わっていないんですが、まあ、その方法ということで、で私は今説明してもですね、今聞かれている方の努力も必要だということだけは言っておきたいと思います。まず第一にですね、講義1回2回3回4回と進んでいきます。で10回ぐらい行ったところでですね、1回目の講義はどうだったかっていうことが重要なんですね。30回行った時にも10回目の講義の内容が分かってるかっていうことが重要なわけです。つまり、試験の重要度、項目の重要度、有価証券と貸倒引当金の重要度は定番ですから変わりません。定番というのは毎年出る項目ですね、計算ではということは、でも講義では順番にやっていかなければならないと。でその時に10回目の内容が30回目、20回30回やった時に忘れてしまうということになると試験は不合格になってしまうと。ですから私の講義方針としてはですね、また皆の受験生がですね、それを頭の中に入れておいてほしいという希望でもあるんですけれども、常に回数が進むに従って勉強量を増やしてですね、復習量を増やして、10回目なら10回目、20回目なら20回目、知識の均等化という言葉を私は昔から受験雑誌30年も書いてました。いつも9月号がスタートなんですけどね、そこに受験勉強のいわゆる一つのコツという形でね触れてました。知識の均等化と呼んでおります。ですから総講義数50回超えた時にですね、1回目から50回までの知識の均等化が図られているかどうかということを常に意識しながら受験勉強を続けるべきであろうということですね。で
それが大体ですね、講義始まって途中参入の人も、今ね収録講座になっておりますので途中参入の人も、終わりは同じなのでだいたい4月の下旬ぐらいに、その税理試験の範囲がですね財務諸行論の範囲が終わるということですね。その時に1回から約50回までの、知識の均等化が図られているように努力をするということです。私がどんなに努力しても、聞いてる人がやってくれない限りはですね、知識の均等化を図ることができません。するとですね、もし図られたということになると第2の目標、だから第1の目標は知識の均等化ということになるわけです。第2の目標はですね、いくら知識の均等化が図れたとしても今度は過去問解放能力があるかということですね。過去問レベルの問題が解けるかどうか、これを確かめるというので、当連が8回あります。で、当連の中身はですね、ほとんど過去問を散りばめて入れてあります。ですから、数回の講義に1回当連やるんですけどね、8回目ぐらいになりますとほとんど本試験レベルです。ですから、講義の総回数が終わったらですね、8回分の、パーフェクト実力テストというのがですねお手元に、あるはずなんですね、あるんです。で、それをですね再度解き直してみると、で、その時に、テキスト見ずに解けたらというのは満点を取れたらということではありません。まあ 50-60% 取れたら過去問解放力があるだろうというふうなことですね。で、30点しか取れなかったらその問題を繰り返して過去問解放力をですね、身につけるように努力をするということになります。どんな試験でもパーフェクトはありませんから合格点が取れる目安としては 60% ぐらいが、取れればいいと。そして過去問解放力を確かめるときに、当連の問題を使うわけですけれども、で、その当連の問題をね、税理試験というのは、税法まで含めまして各2時間です。で、2時間の間に解けなければいけないと。ところが過去問解放力を確かめるときに、お、3時間かけちゃったよっていう人と4時間かけちゃったよという人がいたら、これは試験中途中でやめと言われてしまいます。そのために5月から試験直前までですね、当連の時期という直前期に入ります。重箱の隅的なですね内容を、6回の講義でやると同時にですね公開模試を入れて10回の、当連をやるわけです。もうこれはもう全て本試験レベルということですね。で、その時にですね2時間以内に解けるような、私の方で説明しますが、この問題今まで3分かけていたなんていうわけです。電卓でやれば10秒で終わるよって、これ本当の、お話でね、そういう内容があります。ですからスピードを上げる練習というのを直前期にやりたいとって毎年やってます。ですから5月以降はですね、時間内解放力ということを私は言っております。時間内、つまり2時間以内に、合格点が取れるようなスピードを身につける、そのためのね知識プラス、試験ですからあまりねテクニックって言葉はねよろしくないのかもしれませんけどね、あの大学の授業なんかでねテクニックなんていうと ね理解でしょうって、時間いくらかけても研究でしょうとかね、批判が出ちゃいますけど、試験は違いますよね。私も税理士科目8科目取りました。いらない科目で資格免除もありましたので8科目になっちゃったんですね。で、会計試験も合格しました。でも全てその合格、これ先輩とかね、私の先生、アドバイスを受けました。そのアドバイスというのは大体いわゆるスピードを上げるため、覚え方、そういうですねテクニックでしたね。ですから私の方で、テクニックも進歩しますので、一番昨年より今年の方は私の頭の中の講義の中では進歩していると思っております。あの講義って何十年やってもね、1年ごとに少しずつね講義やる側も進歩しています。その最新のですね
試験問題に合わせたテクニックというのを時間内解放力という形で説明をいたします。それがパーフェクト講座ということですね。最後はですね、講義終わると1ヶ月くらい、自力で今までの資料を持って復習しなきゃいけないんですね。そのメンタル面のお話もしていきたいと、最後の講義の方でね。でその中には山当て講義なんで、山当てなんでね、こう山は、軽くですね、昨年出た問題は出ないよっていうのが最大の山なんですけどね、そんな形で講義を終了するということですね。じゃあ今言ったことをまとめますと、財務諸表論パーフェクト講座というのは、計算と理論ね、計算1時間理論1時間問題で、点数によると配分でいうと50点50点ということですけどね、それを毎回講義の中で、計算にウエイトをかけて、理論の方が若干短めに、講義を進行していきます。でとにかく合格するためには計算ができることです。計算中心にやってください。5月以降理論を中心にやってくださいって言って、第一の目標を繰り返し触れておきます。時間、ごめんなさい、知識の均等化を図る。ですから常に、だから1回目2回目よりね、10回目20回目20回目30回目の方が復習時間が長くなるんですね。1回目は講義終わったら、何もしなくたっていう、過去にやる問題がないんだから、それで講義おしまいですよね。だから知識の均等化っていうと、勉強時間が比例的に増えていかなければ、必然増えていかなければ知識の均等化を図ることはできないませんよっていうことですね。それを、今、聞かれている方はまだ申し込みもしていないと思いますが、もし、レックの財務諸表論の講義申し込んだ方はですね、ぜひ、途中途中で私の言う知識の均等化図られてますかって焦っていただければと思います。それで4月期が4月までが入門期、入門期っていうのは基礎力習得期ですね、が終わったら各問解放力があるかどうかっていうのを、問題集も総合問題集個別問題集とか、ものすごい量のテキストがいきますね。それを使って、また当連の問題を使って過去問が解けるかどうかということを各人が確かめてもらう。時間気にせず。で、5月以降直前期に突入するということですね。で、その時に、いやー、当連の問題やったけど2時間じゃ終わんないよってなったら、これはテクニックが必要であると。ここを省略する、時間制御省略してね、計算は理論に時間かけすぎだよとかね、そうしないと、理論は45分で終わらせないと計算終わんないぞとかね、さまざまなことを言いながら直前期に突入する。その時間のことばかりじゃありませんけどね、時間のことを言うことが大変多くなる。それは2時間以内、時間内解放力を身につけるためであるということですね。で、最終講義に近づいてきたら、今年は何が出るんじゃないかなんていうね、予想も少し講義の中に入れていって、パーフェクト講座が終了と。で、残り1ヶ月は、講義で聞いた内容を試験日まで合わせて、いろんなことを、得た知識を合わせて、勉強をしていくということですね。仕事をお持ちの方が大変多いと思いますのでね、少し講義の中では山なんていうのは時々ね、入れながらやっていきたいと思っております。あと、もしですね、ゆとりがあれば、テキスト以外、テキストもね、相当のボリュームがあるんですけどね、ちょっと私の宣伝も、ちょっともうだいぶベストセラーになってきたので紹介してもいいかなと。初めてこの試験に参入する人、まずこういう本があります。世界の会計を統一するために、平成11年からですね、我が国日本でも、会計基準というのが導入されて、理論の 70-80% はこの会計基準から出ます。で、今第2版なんて書いてありますけどね、今30超えました。会計基準の種類が32、収益認識に関する会計基準なんて
今年出るの?なんて質問があってね、これ中央経済社っていうところの、本ですけれども、中央経済社のこの本、中央経済社のこの本ですけれども、これ紹介がですね、会計人コースっていう雑誌があったんですが、それが休刊になってしまったので、こういう本が、ちょっと売れてんのかなっていう形ですね。で、この初めての会計基準っていう会計基準というのがですね、また原文が穴埋めになって出たりするのが財務諸表論の理論なんですね。するとその原文はどこに収録されているかというとですね、会計法規集というのがあります。でこれも私が先ほどね、書いている中央経済社というところで発行している本ですけどね、これ出版社に連絡しましたら、もうすぐ12版になるそうなので、今11版が販売されてますが、これ慌てる必要ありませんけど、これ講義中ね、原文読むことによってですね、理解度が深まりますよと、計算も理論もね、バックボーンたる背景、どうしてこのような電卓の打ち方をするのかっていうのは、すべてこの会計法規準の中のね、会計基準、企業会計原則とかあります。試験範囲じゃないけどね、原価計算基準とか会社法とか金融商品取引をすべて収録されております。連結なんてここに書いてありますけどね、こういうこれ最新版の宣伝ですけどね、連結は計算でも出ますし、優しいですよ、理論でも出ます。そういったもののね、根拠となるものがこの法規集、これね、表面から見るとなんか大したことなさそうな本なんですけどね、厚さはですね、今1000ページ超えたんで5センチはないですけど、そのぐらいあるでしょうね。定規できちんと測ってませんけどね。でこういうものを、ぜひ持ってない人より持っていた方が有利な本っていうね、本はめったやたらね、どん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 買って、積んどくなるともったいないですけどね、そんな形でですね、必要最低限の本、私の初めての会計基準というのは、この講義の進行でね、会計基準って、一会計基準の講義しますよ。それを、10分ぐらいで、それぞれの会計基準出ない分かんないですから、いきなりこんな会計基準出るのなんてね、出ちゃったことが穴埋めではあります。それをね、なぜこんな会計基準が生まれたか背景というのを全部書いてありますので、もし強制ではなくて講義で使うわけではありませんので、もし参考になれば、参考になった人が多いの で私大学で一応ね、大学の教員 で大学の中のゼミ、その他会計のね、講座の中では受験講座も、無料で実施したりしておりますが、長くやってる私が担当してるけどね、簿記検定から税理士会計士まで全部やってるわけですけどね、大体会計法規書持ってないと講義になりません。そんな形でですね、世の中の動きに合わせるとこういうものを持っていた方が、受験生全体の戦いになりますからね、より有利になるんではないかなと、これがパーフェクト講座という形で、初めての人は 1,2 冊の基本書を持っていた方がいいかなと思います。それでは上級講座の方の説明をさせていただきます。上級講座の方はもう受験経験者ということでですね、簡単な説明をして、複雑な説明というよりも、複雑な説明はありませんけどね、簡単な説明にしておきたいと思います。上級講座はですね、もう1回転終わってる人で、理論も計算もということでですね、講座の回数も少なくしてあります。4クールっていうのはですね、1クール4回の授業があるんですね。で2回が、講義です。1回がですね、答練、初めての人がやる、
パーフェクト講座という講座言いましたね。その初めてのやる講座で使った当練2回分を2時間で講義します。でそこで計算の忘れたところを復習するんですね。講義はほとんど理論中心です。ですから、講義の中で理論を進む量が半端じゃありませんからね。1回の講義で80ページぐらい進みますから、理論だけ。それで、いや100ページ以上進むのかな。それで理論をやって、解放講義という名前を使ってますけどね、当練の問題を2時間で2回分解きます。その時に忘れている、上級の人だから言ってもいいと思いますが、決算整理事項、現金に関する事項、有価証券に関する事項、受取手形売掛金に関する事項、貸倒れケア的金に関する事項、有形固定資産の減価償却に関する事項、退職給付に関する事項とかね、最後法人税等、住民税、消費税等に関する事項、税国家会計に関する事項、その他に関する事項なんていうことで、当練の復習をするということですね。で4クールのうちの4回目、これは上級当練、本試験の復習ということですね。だから本試験レベルの問題を使って上級生らしい、本当に5、60点取ってよって、取れば受かるよっていうのをやるわけですね。そして2クールも同じです。理論100ページ100ページを2回、今度ね、解放講義というのは3回4回の問題を2時間で簡単に解説で、その時計算を思い出してもらう。そしてまた上級当練2回目ということですね。だから3クール目4クール目も全て同じ。それでですね、4クール16回終わりますと、今まで忘れていた知識が全部取り戻されるという、そういう講座が上級講座ということですね。だから上級講座も、大体おおよその時期の目安でいうとね、4月期に終わります。そしたら5月は直前期に突入します。これは初めてやった、パーフェクト講座の人も上級の人も共通のテキスト、共通の当練の問題を使って5月以降は時間内解放力を目指してですね、不合格だった上級の人は何が足りなかったのかをそこでですね、再確認をする場であるということで、直前期は、同じ問題、公開模試も全て、同じ問題で、最終直前の講義に終了するということですね。でメンタル面の話に関しては、その講義中に、パーフェクトの人、上級の人、直前期は同じ説明をしていきたいと思います。そんな形の講座が上級講座という講座ですね。でその両者とも、私が担当をいたします。したがってその橋渡しは関係ありませんけどね、両者とも担当するのでガイダンスは一緒にしてしまったということですね。で今私も眼鏡かけておりまして、人生生きているといろいろなことがありましてね、ちょっと目の手術を、それで講義中止になる失敗なんてね、それ一番怖いんですけれども、私が怖いんですよ。そんな形でですね、今眼鏡かけてよく見えるんですけど、私3年前まで裸眼だったんですけどね、まあ、そんな形で、これから怖い怖い、私にとって怖い手術をいたします。でその手術後、目が爽快になってからですね、パーフェクト講座、それから、上級講座、正常に行うことができるかと思います。いや行います。まあ、そんないろいろな生きている過程でね、試験受ける過程でもこれからさまざまな困難が出てくるかと思いますけれども、そういう困難をね、打ち勝つ、今コロナで大変だと思いますけどね、今講義してね、講義時間とタイムラグが生じます。講義を聞く時とね、タイムラグが生じる時があるかと思いますけどね、コロナはそんなに簡単に、私今講義してるのをこう見て、こう涼しげな半袖ですよね。これはもう本当、外35度ぐらいある、そんな状況の中でやっております。でも
これちょっと言いますとね、私半袖でやって講義を受けるとき、申し込みが遅れて、秋になった、先生はなんだ半袖でやってるじゃないかって、俺はもうセーター着てるぞとかね、そういうのをタイムラグと言いますね。でも情報はですね、最後の最新の情報を必ず伝えますから、服装のタイムラグが生じてもですね、時々言いますよ、私講義してるのはもう、7月末から8月の初旬ぐらいに、パーフェクト講座の1回2回目をやってなんてね、で眼鏡かけてるから、目の手術をまだしてないですよってね、で突然眼鏡が外れるかもしれません。そしたら手術が終わった時に講義してるかもしれませんね。あと服装も時々、いい服装は、いい服は持ってませんけどね、服装は、秋は秋らしく、冬は冬らしい格好になってきますけど、今の申し込んだ受験生が聞く時にはまた、時間差が生じて、なんだこんな暑いのに何せーても、スーツの下にベストなんか着ちゃってなんてね、そういうことも、あります。1年って早いですよ。そういうの季節の移り変わりを私の講義の服装でね感じることもできるかと思います。その1年の中で合格可能性を高めるためによしもうやるんだっていう人はですね、ある種ね、税法関係が複雑になりまして、もう e-tax 云々でね、自分で確定申告って言っても実際には特に相続贈与とかね、所得税法人税の他のね中小等は、もう税理士の存在なくしては生きて、まあ会社の経営ができないような状態ですから、職業としての望みはですね、望みというか職業としての、存在価値はですね大いにありますので、そういうのをモチベーションに変えてですね、ぜひ頑張っていただければと思います。まあ講義始まってね、いろいろな内容があれば税理士の、税理士課の方にいろいろな質問もできますのでね、そんな形で、迷っている方は、もし申し込みが終わったらバックに、レック税理士か私並木もついておりますので、質問等を繰り返しながらやっていければよろしいかなと思っております。それではこれで税理士、税理士科目のうちの1科目財務諸経論ガイダンスを終了いたします。ガイダンスですから長々と聞いてもしょうがないんで、あとはパンフレットでパンフレットで詳細を見ていただければと思います。財務諸経論ガイダンス、終了しますが、担当は並木でした。お疲れ様です。